バスケは酸素、どうもバンバです。ルイ君、最近八村選手の夏のワークアウト映像がね、ほら、あのブルズの4位指名パトリック・ウィリアムスとかとワークアウトしてる様子が、まあ、流れてきてね、久しぶりにね、八村選手が伸び伸びとその得点能力を見せつけていたので、まあ、いわゆるリリース・ルイみたいな感じでさ、ウィザーズじゃなくて他のチームに行けばもっと活躍できるのにみたいな、そういうコメントがすごく多かったんですよね、この動画に対して。皆さんはどうお考えですか？ぜひコメント欄でね、教えていただきたいんですが、2019年に9位でワシントンウィザーズにドラフトされ、そこから早3年、来シーズンはルーキー契約の最終年となり、ウィザーズから延長契約をもらうか、それとも他のチームに移籍するか、そんなこともかかった NBA に入って以降、八村選手にとって一番重要な1年になることは間違いないです。ですが今年のウィザーズの競争は激しいぞ。八村選手の来シーズンを左右するいろんな出来事に触れながら今日は話していきたいと思います。では、昨シーズンの八村選手はとりわけスリーポイントの成長が顕著でした。わずか1年で 32.8% から成功率を 44.7% に。リーグでも超優秀なブレにある4割以上のスリーポイントを成功させたことは事実です。ですがこの裏にはある数字が隠されていて、昨年の八村選手のスリーポイント123本中なんと117本はスタンドステル直立不動での形、つまりフェイクやドリブル、ジャブステップを必要としなかったスリーってことですね。これは昨年対戦相手は彼に打たせるようにして、それでも八村選手は自信を失わず打ち、そして決め続けたということです。ただこれをさらに厳しいチェックの中で決められるかどうかっていうのは、八村選手の翌シーズン鍵になってくると思います。なぜかというと、現在はチームで4番目の得点源である八村選手ですが、シーズン中一気にチームの2番手を担う可能性も高確率であるからです。チームのナンバーワンオプションのブラッドリー・ビールと、昨シーズンチームで2番目のスコアラーとなったポルジンギスはどちらも怪我がちな選手。ビールは左手首の手術で昨シーズンの約半分となる42試合を欠場。そしてポルジンギスも健康なオフを送っていたとはいえ、昨シーズンは31試合を欠場することとなっています。この2人が欠場する期間が来シーズン被った時、昨シーズンはほとんど直立で打てていたスリーポイントですが、当然より厳しいマークが来るでしょう。そして NBA でのスリーポイント成功率の一つの指標になると言われているフリースロー成功率、これが八村選手は昨年 69.7% でした。この確率であることは少しね、不安がありますが、来シーズンは八村選手のコントラクトイヤー、契約最終年です。通常プレイヤーたちはこの契約最終年、さらにアピールしてチームからまた他のチームにアピールするため成績を伸ばすという傾向があります。ただ来シーズンはですね、ライバルとなるフォワードがめちゃくちゃ多い。クリスタプス・ポルジンギス、デニー・アブディア、カニエ・ウェスト、間違えてカイル・クズマ。ポルジンギスはですね、昨シーズンダラス・マーベリックスからトレードされてきましたよね。もちろんダラス側からするともっと欲しかったな、八村くん来たーって思ってたのでね、最初はまあすごいひどいトレードだったと思いましたが、結局ウィンウィンになったんじゃないでしょうか。ポルジンギスはですね、昨シーズンマブスで良かったですよ、正直。2019年、ポルジンギスが前十字靭帯を切ってから、昨シーズンは初めてオフをね、リハビリとかじゃなくてフルでトレーニングに使えた1年だったので、とりわけディフェンス面が素晴らしかった。昨シーズンダラス・マーベリックスで最後にプレーした34試合では、平均 1.7 ブロックを記録。足がトレーニングで戻ってきたこともあり、フットワークを使ってね、インサイドでの守備の存在感が戻ってきていました。トランジションでルカと先陣を走ることもありました。そしてワシントンウィザーズに移籍してからは平均 22.1 得点、 8.8 リバウンド、 2.9 アシスト、そして 1.5 ブロックを記録。なんだかんだ言ってポルジンギスはワシントンウィザーズの過去20年でのベストビッグマンとも言われてますから、まあマーチンゴーターっても結構良かったと思うけど、あれはアシストで生かしてくれたジョン・ウォールの力がね、大きかったなとも思いますし、ただ彼はですね、センターはあまりプレーしたくないんですよ。パワーフォワードをやりたい。ただ本当にガラスの足なのですぐ怪我してしまうので、ダラスではパワーフォワードとしてはプルには見てもらえなかった。そして彼はやっぱもともとですね、ニューヨークニックスでナンバーワンオプションを張ってたこともあり、意外とですね、スポットライトを欲しがる選手なんです。ビールがファーストオプションは決まりですが、果たしてクズマかポルジンギスどっちがセカンドオプションになるのか、そもそもポルジンギスはサードオプションを受け入れられるのかっていうのはね、来シーズンちょっとあると思います。ポルジンギスはパワーフォワードをやりたがりなセンター寄りの選手ですが、八村選手の真のライバルは2人、カイル・クズマとデニー・アブディアです。昨シーズンクズマは平均 17.1 得点、8.5 リバウンド、 3.5 アシストと、レイカーズに放出されてからさらに輝き出す若手の仲間入りを果たしました。2メートル6センチのサイズを持つクズマは、キャリアの初めの頃はスコアラーとして、そしてアンソニー・デイビスが来てからはプレーオフでは主にディフェンスで
ロールプレイヤーとして活躍していましたが、大きなチャンスをもらったウィザーズでの1年目は、もともと持っていたオールラウンダーな能力が開花。とりわけリバウンダーとして大きく成長し、昨シーズンはネッツ戦で15得点13リバウンド10アシスト、キャリア初のトリプルダブルを達成しています。クズマはウィザーズのフォワード陣で今一番評価が高い選手だと思いますし、そんな彼よりも価値が高くなる可能性がある選手としてデニアブディアがいるんですよ。アブディアの一番の強みはディフェンス。チームナンバーワンディフェンダーとして昨シーズンは一気に成長し、ケビン・デュラントだったりヤニス・アデト・クンボだったり、そういったタフなマッチアップを任されながらも、ワンワンで彼らを止める場面もあり、アイソレーションされても彼らを完全にストップする場面もあり、近年の NBA はスリーポイントの時代から、昨シーズンのボストン・セルティクスを見ても分かるように機動力のあるディフェンダーが評価される時代になっています。八村選手のディフェンスは昨シーズン落ちてしまったという評価を受けているので、アブディアは他のチームからは現状21歳という年齢もあり高い評価を受けています。ただ彼の課題はオフェンス面。アブディアのここまでのキャリア平均得点は 7.6 得点、0から3フィート、リム付近のイージーショットの確率はルーキー時代の 73.3% から昨シーズンは 63.3% とフィニッシュ力が落ちてしまい、加えてスリーポイント成功率も昨シーズン 31.7% と成長を見せることはできませんでした。ただこの夏アブディアはですね、 NBA でもトップクラスのシューティングコーチジェイソン・テイタムや昨シーズンで言えばケリー・ウーブレ・ジュニアなどのシュート成功率を上げてきたドリュー・ハンレンとスリーポイントの特訓にこの夏励んでいるんです。そして82試合を全て昨シーズンプレーしたアブディアですが、足の怪我をねちょっと引きずりながらやってたんです。ですがこの夏チャールズ・バークレーの母校オーバーン大学とですね、アブディアがエースを務めるイスラエル代表がですね、親善試合的なものをやりまして、まだアブディアは21歳、普通に大学でプレーしていてもおかしくない年齢です。ですがやっぱ圧倒的にうまく、25得点6アシストの活躍でイスラエル代表を勝利に導き、昨シーズンはやっぱり怪我をかばいながらプレーしてたんだなっていうのが分かるぐらい爆発力のあるプレーをしていました。オフェンスに関しても昨シーズンの終わり頃にはすでに成長の兆しが見えていて、昨シーズンも最後の10試合はですね、平均13得点 6.2 リバウンド4アシストと超オールラウンダーな成績を残し、これに加えてディフェンス、さらにヘッドコーチのウェス・アンセルド・ジュニアも彼はスキルのあるプレーメーカーだというほどオールラウンダーとして昨シーズンをいい形で締めくくったので、オフェンスに関してもね来シーズン伸びてくると言われています。八村選手としてはアブディアはどっちかっていうとオールラウンダータイプなので、このスコアリングにおいてはですね、絶対にこのまま差をつけていかなければいけないところだと思います。さあここまで話してきましたが、視聴者の皆さんは八村選手が一番ポテンシャルを発揮できるチームはワシントンウィザーズだと思いますか？もしそう考えてない場合、皆さんはどこのチームに彼が一番フィットすると思いますか？ぜひコメント欄で教えてくれると嬉しいです。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録で応援してくれると嬉しいです。よろしくお願いします。では。